前回の動画でお話しした通り、私はこれより自作の人力ペダルボートおばあちゃん号8号艇の作成に取り掛かっていきたいと思ってます。目の前にあるのは、これは7号艇で、この7号艇も、つい1ヶ月ちょっと前にやっと完成したばかり。そして私は今この7号艇で海に出て、実際の釣りに、これを使ってます。これはこれで継続します。これから先も7号艇で海に出て釣りをし、そして時にはチューニングにも取り組みます。それと同時並行で8号艇の構想を練り上げていきたい。こんなふうに考えてます。だからね、7号艇をすぐにでも廃棄して8号艇と取り替えるっていう、そういう意味ではありません。で、8号艇の作成にあたっては、今までの私のスタイルを少しね、変えてみたいと思ってます。今までの私のスタイルっていうのは、素人が何の知識も技能も持たない状態から始めて、一から試行錯誤をしつつ、一つ一つを、身につけて、そしてボートを何艘も作っては壊し、作っては壊ししながら進化させていく。こういうね、まあ、いわば職人的なやり方で、物事を進めてきました。でね、それはそれで価値があったと思います。それでさえ、ここまでやる人は世の中には少ないだろうっていうふうに私は思っていて、自分がやってきたことについては、多少の自負があります。でもね、そのやり方では飽き足らなくなってるんですよね。もう少しね、頭を使って、知性で、スマートなやり方で、物事を進めていきたい。こんなふうに思ってます。で、まず手始めに、この7号艇、この7号艇の性能がね、人力ペダルボートの本来持っている限界にどこまで迫っているのかっていうことを、考えてみたいと思います。で、まだその限界までは余地があるとなれば、それを8号艇に、生かすことができる。このことについてはね、今までは闇雲に何艘ものボートを作っては壊し、作っては壊しする中でもがいてきたんですよ。でもそんなやり方にはもう限界を感じてます。そうじゃなくって、頭を使って先回りすることはできないのか。これがね、今日のテーマです。人力ペダルボートの限界。このね、7号艇、最高速で時速 12km 達成してます。まあ、若干の追い風ではありましたけどね。まあ、それは別として、まあ、時速 12km、達成してます。で、目標としたのは時速 16km でした。だから、それと比べれば、私は少しがっかりしたわけですけれども、じゃあね、時速 16km っていう数字には何か根拠があるのかっていうと、実はありません。当てずっぽうです。時速 16km ぐらいが出ればいいなっていう願望によるものです。だから実際に時速 16km が出なかったからといって、時速 12km にとどまったからといって、この時点では必ずしも、この7号艇が失敗だ、全然ダメだっていうふうにはまだ言えません。
過去のボートと比べればスピードは出ていますが、もっとスピードを出すことが果たして可能なのかどうか検証してみる必要があると思います。エネルギー保存の法則っていうのがありますから、人間の足が発揮できるエネルギーの、総量を超えてボートが、進むわけはありません。だから人間の足の限界、これをね、想定してそれをボートのスピードに弾き出してみることができないだろうか、こんなふうに考えます。ボートっていうのは水の抵抗を受けつつ進んでるわけですから、速度を増していけばどこかで足の力と水の抵抗とが釣り合う。で、その釣り合った速度以上には速度が出ない。これがね、人力ペダルボートの限界ですよね。その限界を探る方法を考えてみるんですよ。そうするとね、ちょっと頭を使うと面白い発想がね、できるんですよ。こんな考え方はいかがでしょうか。ここにボートがあります。で、ここに私が乗ってます。で、私の体重が65キロでボートの自重は約40キロです。合計すると105キロ。総重量105キロのボートを、ここにロープがありますけど、このロープを持って私が引っ張るんですよ。その引っ張る方法の中で最も効率の良いものは何だろうか、これをね、考えてみるんです。一つ、ロープを持って私は走る、あるいはロープを自転車の荷台にくくりつけて、そして自転車で漕ぐ、あるいはロープを私の腰に結いつけて泳ぐ、ありとあらゆる方法でこのロープを引っ張る、最も効率のいいやり方は何だろうか、これを考えてみます。そうするとね、当然最も効率がいいのは走ることですよ。なぜならホモ・サピエンスが、誕生して20万年ぐらい、あるいはもっと、類人猿が二足歩行を始めて数百万年、進化を遂げてきました。その進化の中でね、人間の足は歩くこと走ることに特化して進化してきたわけですよ。自転車が発明されたのはせいぜい数百年前ですから、この自転車のペダルを漕ぐっていう動きに人間の足は進化はしてません。そう考えるとね、このロープを持って走るのが最も効率的です。で、人間は全速力で走れば時速、40キロなり30キロなり出すことができます。でも105キロのボートを引っ張って走るとなれば、どれぐらいのスピードが出せるだろうか、これをね、考えてみるんですよ。自転車ならばもっとスピードが出るっていうふうに思うかも分かりませんが、105キロのボートを荷台にくくりつけて自転車で引っ張れるかっていうと、途端にスピードが出なくなると思います。というか進まないと思います。やっぱり人間がね、自分の足でね、走って引っ張る方が自転車で引っ張るよりも引っ張る力は強いと思います。
だからこのボートをロープで引っ張って人間が走る力、これがね、人力ペダルボートの速度の限界ですよ。なぜなら人間が走るよりもこのボートのペダルを漕いでプロペラを回して進む方が効率は落ちるはず。だからペダルを漕いでプロペラを回すっていうやり方はスピードが落ちるはずなんですよ。とするとこのボートをね、ボートが水の上にあって、例えば私が桟橋の上を走る。桟橋の上を走ってボートを引っ張る。これがね、この時の最高速が人力ペダルボートの限界ですよ。私が何も引っ張らずにただ走る速度よりも、水に浮かんだ105キロのボートを引っ張って走る方が速度は落ちます。それはそうですよね。無負荷で走るよりも負荷をかけて走る方が速度は落ちる。あれですよ、野球部の部員が腰にロープをくくりつけてタイヤを引っ張って走るのと同じですよね。速度は落ちる。そして私がロープでボートを引っ張って走るよりも、ボートのペダルを漕いでプロペラを回してボートが進む方が速度は落ちる。そうするとね、私が走ってみれば、おのずとボートのね、速度の限界もわかります。こういう考えで走ってみましょう。さあ、ここに、広い駐車場があります。自転車用の、速度計を今手に持ってます。そして実際にはそうなってませんけど、私の腰にはロープがくくりつけてあって、そのロープの先にはボートがつないであります。で、あのボートに私が乗って105キロの状態で、もう一人の私が桟橋の上を走ります。そして水上にあるボートを引っ張ります。そういう想定で今から走ります。だからね、全速力で走るわけにはいきません。当然私の腰に祝えた負荷があるので全速力よりは落ちると思います。それで走ってみましょう。8.1、12.2、14.6、15.7、16.1、16.0、16.5、16.4、15.8、16.2。だいたい時速16キロメートルですよね。つまりね、私が当てずっぽうで7号艇の、ボートの最高速目標時速16キロメートルっていうふうに言ったのは、今みたいに軽く走る速度、人間が軽く走る速度だったわけですよ。私の腰にロープがくくりつけてあって、そのロープの先にあの水に浮かんだ私の乗ったボートがあるっていう想定ならば、今のように軽く走る速度が限界でしょう。全速力では走れないはず。ちょっと全速力で走ってみましょうか。もう年だからあんまり速くは走れないと思うけど、もしね、何の負荷もなく全速力で走ったら一体時速何キロになるのかやってみましょう。それ11.7、
17.6、21.2、21.0、20.7、19.1。時速20km ですよ。時速 20km。ということは、水中浴のボートでない限り、排水量型のボートだと絶対に時速 20km は出ないっていうことですよ。だって全速力で走って時速 20km なんだから、ここに水の抵抗が加わったらそれよりも落ちますよね。じゃあね、ここでね、ちょっと観点を変えて、7号艇が達成している最高速時速 12km、 時速 12km で走るとはどういうことか、ちょっとやってみましょう。時速 12km で走ります。7.4、11.2、11.8、12.2、12.6、12.2、11.7、11.6、11.9、11.8、11.9、12.2、11.5、12.6。時速 12km って、ただ走るだけでも結構なスピードですよ。ということはね、7号艇で出した時速 12km、 捨てたもんじゃないですよ。ジョギング程度のスピードは出た。しかも水の抵抗に逆らって、水の抵抗に逆らって時速 12km が出た。これ相当なもんですよ。さあ、このね、実験、この実験といってもこれ実験というよりも思考実験だよね。言えることは、絶対に時速 20km は人力ペダルボートでは出ない。もちろんそれは水中浴船はあれは別の原理によるものだから、水中浴船は除外で、こういう排水量型のね、つまり船体が水の抵抗を伴うような形のボート、これでは絶対に時速 20km は出ない。それから時速 16km、 時速 16km もちょっとやそっとでは到達できない。走るよりもペダルを漕ぐ方が効率が落ちるはずなので、これも出ない。だからね、ある意味おばあちゃん号7号艇の目標とした時速 16km っていうのはいい線いってる数字ですよ。で、時速 12km、 これ達成しただけでも大したもんですよ。だからね、こういうことが言えます。次の8号艇で時速 12km を超えることができれば、それだけでもう大したもの、成功ですよ。成功。例えば 14km、 時速 14km、 時速 14km を、次の8号艇で超えることができれば、もうね、手放しの成功です。それを目標にしましょう。ね。というふうにね、というふうに、
なんていうのかな、ちょっと頭を使ってみれば次の一歩っていうのは見えてくる。これをね、これをこのやり方を、次の8号艇のね、その設計に生かしましょう。